自分のスペースあったらどんどん行っていいよ。削れ乗った削って削ってザザザザザギュン。ナナコもう少し肘広げて肘。肩リラックスして。なんだその肩は。外内足の足首伸びないようにして、滑ったラインをこう追ってこなきゃダメだよ。そんな方滑ってないよ。スペース、回転庫の ワークがリソースはすごい助けると思うけどね。肩の強くなるし、腰の向きだぞ。切り替えて谷へ落ちていく時の腰の向きだ。